さて、これで邪魔者はいなくなった。団蔵、そろそろ本番と行くか。うちはサスケか。サスケ、お前は下がっていろ。巻き込まれれば死ぬぞ。さて、どれほどか見せてもらうぞ、サスケ。貴様を始末する前に、一つお前に聞いておきたいことがある。なんだ？お前を含む木の葉上層部の命令で、内派たちに俺の一族を抹殺させたのは本当か？本当かと聞いてるんだ。あいつはそんな男ではないと思っていたが、いたちめ、死に際にすべて喋りおったか。やはりお前だけは特別だったようだな。本当だったってことか。自己犠牲、それが忍びだ。日の目を見ることもなく影の功労者、それが忍び本来の姿。イタチだけではない、多くの忍びがそうやって死んでいった。そういう者たちのおかげで平和は維持されてきたのだ。だがお前に秘密を明かしたイタチは、木の葉に対する裏切り。それ以上イタチを語るな。そうだな、これよりは目で語る戦い、言葉は不要だ。戦闘開始。ではないということか。消えろ、残像。戦闘タグ。はあ。残像。やりたい。戦闘。戦闘タグ。はあ。残像。本当に死んだか。あまり。わしをどうなすか。とっ、やられる。ムトン進化。ムトン進化。もらった。ムトン真空連覇。ムトン進化。本質は闇。それがわからぬお前はここで果てよ。ムトン進化連覇。こんなゴミの命など残す必要があったというのか。イタチ、イタチ、こいつはお前の唯一の失敗そのものではないか。ここからが目で語る戦いだ。憎しみを手当たり次第に見つけたいだけだ。自分の貴族の犠牲を無駄にしている。生きた。敗北に染まるその姿がお前にはお似合いだ。勝負あり。
かったか。俺の絶望はお前の闇をも飲み込む。これが目で語る戦いだ。ウチャを舐めるな。自己犠牲を語ったお前が人質とはな。自分の命が惜しいわけではない。木の葉のため、忍びの世のため、わしはこんなところで死ぬわけにはいかん。どんな手を使っても生き延びる。この女はそのための犠牲だ。動くな、カリン。人質ごと。兄さん、まずは一人目だ。うちは…カリン、人質に取られるようじゃ足手まといだ。逃げられると思うな、団蔵。忍びの世のため、この葉のため、お前らは決して生かしておけぬ。これは裏将封印術。サスケ、団蔵から離れろ。結局わしは火影にはなれなかった。どこまで行ってもお前には追いつけなかったよ。お前は光を浴びるコマ、俺は闇の中の根。こんな俺をどう思う？なあ、ヒルゼン。どうやら己の死に際で発動するように道連れの封印術の術式を組んでいたようだ。危なかったな。次だ、木の葉へ向かう。